最大級のものをやりたいと思って前橋忘年部というものを立ち上げました。今日言いたいのはとにかく、全員とですね話して全員と交流してですね全員と仲良くなってみてください。あとせっかくみんな Facebook 経由で来てる人多いと思うので、写真撮って、Facebook してください。で、Facebook と Instagram でですね前橋忘年部2014というチェックインを作りましたのでぜひそこに投稿してもらえればと思い、じゃあそんな感じで、皆さん乾杯しようと、はい、コップね、はい、あ、コップ、俺ちょっとこれ一気に行くんで、じゃあすいません、皆さんグラス持っていきます。せーの、乾杯。楽しんでください。はい、今年は最高でした。今年はどんな年でしたか。今年は、はい、今年は、はい、あのいろいろ大変な年でした。はい、来年の抱負を。来年は来年は、はい、マルマル部の概念が前橋の街に根付きます。それは市長と一緒にいろいろやります。市長とやります。忘れないでください。わかりました。じゃあそれを期待して、まだ盛り上がってますからね。はい、まだ取らせてもらいます。はい、どうも。キーさん、はい、そうですね、今年はですね、いろいろございました。はい、ですね、今年もいろいろありました。私もですね、いろいろこう経験してないような素晴らしい出来事と、あと皆さんですね、いろんな人と出会いがありました。で、またさらにですね、この輪を広げて、地元群馬前橋を盛り上げていきたいと思うので、ぜひともですね、また前橋自社企業をはじめ、私に会いましたら気軽に多くお話しください。よろしくお願いします。来年の抱負はどうでしょう。来年の抱負ですね、来年の抱負は白くて四角いお面がいいです。それ抱負だろ。また来年も引き続き頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。酒があるところがある。さすが、さすが年長者のところには酒がある。はい、そんな